えー、日本人がいない。日本人がいない。なぜ代表 FP ガチャン日本人がいないドイツとトルコに4発入れて勝ったじゃないかっていうね。まあでも日本人入れるとすると誰かな久保くんか伊藤純也か。まあこの辺かなと。えー、何が来るバルセロナバルセロナのパートナークラブは何がハフィーニャかなんフェランフェランかうーん。 ペランか、使い勝手はいいんだけどなぁ。使い勝手はいいんだけど、ちょっとなぁ、ちょっと見てみよう。使い勝手はいいんだよね。ただ能力的にちょっと物足りないところがあるというか。じゃあ、台風 FP っていこうと思います。でかい人が欲しい。オランダのでかい人が欲しい。 オランダのでかい人かカイルウォーカー。オランダのでかい人が欲しい。オランダのでかい人、星音来るなよ。絶対来るなよ。星音来るな絶対来るなダーキーパー来るなよ。絶対来るなよ。オランダのでかい人、おおバルベルデだ。うわ、今ちょっと言葉失った。いやー、これ初バルベルデちゃういや、俺縁がなくて、バルベルデ。うれぴー バルベルトありがとうイーフトありがとうありがとうロックですありがとうございます次次次いやー、いい感じですね。はい。うーんー、オランダのでかい人が欲しいオランダのでかい人が欲しいできればクロアチアのでかい人もセットで欲しいさて星4かキーパー来るなガー そりゃあねえよ。そりゃあねえよ。ウェールズ代表だったらダニエル・ジェームスかプレナン・ジョンソンくれよ。そりゃあねえよ。ロドン、ジョー・ロドン。バルベルダが出たつけか。あー、ちょっと能力見てみよう。んでかいね。そんな悪くないんじゃないかな。 スピードもまあまあまあ。うん。あれこれそんな悪くない気が、するけど、と、ラスト。俺が欲しいのは、オランダのでかい人。オランダのでかい人をこう、放り込みしたい。放り込みしたいんですよ。オランダのでかい人で。でもよく考えたら、ハーランドと役割被るから、そんな、あちなめに。 あれ、今回あれだな、地味に当たりしかなくね、このガチャ。おー、チュアメリーオーレリアン、チュアメリーいいですね。ありがとう、いい人ありがとう。いやはー、努力見てみよう。いいですね、ボックス2ボックス。このストー、もともとアンカーとかじゃなかったっけいいな、これ、ボール狩り舞台として多分使える。うん。 いいんじゃないですかということで失礼します